このうち午前と午後の2回に分けて開かれた福島市の成人式では、今回は初めてワクチン検査パッケージが試験的に導入され、受付ではワクチン接種証明書の提示が求められました。またワクチンを接種していない人や証明書を持参しなかった人には、市の職員から体調の聞き取りが行われ、新成人は席の間隔を空けて式に参加しました。今日は友人と懐かしく話したい気持ちをぐっとこらえて、会食はできる限り控えていただきますようお願いいたします。小畑市長は感染の急拡大を受けて、新成人に会食を控えるよう異例の呼びかけを行いました。二次会とかはね、二次会とかは行かないんで、はい、しっかりクラス写真だけみんなで撮って仲良く解散します。県の認定の、お店を使っておりますので予約済みでございます。なの静かに食べてマスクをしておしゃべりしたいと思っております。県によりますと、今日は県内40の市町村で成人式が行われたということです。